ウクライナコサックのソートニクソートニクは、コサックや17世紀ロシアツァーリ国のストレリツイ、1826年以降のロシア帝国コサック軍、ウクライナ放棄軍、ウクライナガリツヤ軍、ウクライナ人民共和国軍で見られた階級。ソートニクという語はタイとも中イと,とも訳される。元は、スラブ語派で百人隊の長を意味し、各国で近代的な軍勢が整うまでは、 歴史用語としてそのまま、ソートニクの語が用いられることもある。ロシアでは、次第にパルーチクへと変化していった。ウクライナでは20世紀になっても大尉に相当する階級として存続した。この称号は公式には変更されていないが、ソビエト軍によってウクライナ放棄軍が駆逐された後は、使われなくなっていった。ソートニクは一地域の長官も兼ねた。 ザポロージャコサックやスロボーダウクライナなどでは、統治上の行政区画と軍事的な区画が一致していた。フメリニツキーノランとその後の17世紀から18世紀のヘイチマン国家では、サトナイクスがサニュズという行政区画の長官であった。ここでは、サトナイクスはポルカワナイクスの下に置かれた。ありがとうございます。